先日更新したファームウェアが不安定のため元に戻していました。新しいファームウェアがアップロードされたので更新作業を行います。USB メモリから MS-DOS を起動して、ファームウェアの更新を行います。